さあ始まりました東京天山のオフィシャルチャンネルよろしくお願いいたしますフィジックのポーズすいなくていいんだ、はい、さあということで今回はこういう関係、ええ、正午編です、はい、もうちっちゃいねちっちゃちっちゃだねまあ性格が出てますなここでな、うん だから、俺はもう大きく自分のことをたけるって書いてたけど。うん。まあ、まあ、まあ、いいでしょうよ。うん。で、じゃ、じゃ、じゃ、まず。どこから攻めようかなって話。うん。はい、関さんの喋り方。どうしようかな。まず、じゃ、あこれからいくかな。こちら、のぶ。のぶ。うん。のぶ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 。千鳥さん。いや、いやこれ悪いよ。購買小学校。購買小。学校ちょっと、ちょっと待って、その。え、知らんその。 人生の相関図作ろうとしてるそのじゃゃじゃ最近の話なの最近最近の最近の相関図の話を聞きたいのよ人生の相関図をやんないと埋まらんのですよいや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 私は一回あでもノブは今でもこういうあるのこういうあるこういうあるあじゃあじゃあじゃあいいじゃあいいよあの月に一回金沢でお笑いの話する好きなのお笑いが好きでであのテレビどうだったかなとかノブは誰が好きなの ノブはね、えー、あでもホテイソン好きって言ってくれる <laughs> <laughs> えちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、うん、ごめんごめんやっぱやっぱ止めるわその俺今誰の何お話を聞いてんのそのノブでしょノじゃもっとだからその芸人その誰でもいいよその怖いウォーターズとかでもいいしそのノブって言われても正直わかんないわ俺も知らないし誰も知らないよノブのことは。

マジでノブ背も一緒ノブ俺メガネノブ俺なんだ食もあノブ俺だなるほどねいやいやいいノブはいいノブはいい知ってる人出して知ってる人出すかこちら青いえ宮崎の宮崎青い青い知らない宮崎じゃなくてこちら赤あれだよ赤津第三中学校の誰だよマジでマジでしんだマジで死んだ青いマジでしんどい 見てる人も、うん、もちろんその知ってる名前を聞きたいのよあそういうことでやこの2人はマストで出させてもうこっからはマジでえ葵はちなみにその番組とか見てくれてんの番組は見てくれてるしこの前も「サスケ出とったなって言われたそういう連絡が取り合ってるかなあなるほどね、うんうん、でこっから芸人さんでいくと、はい、まずこれ書かせてたけるです <laughs> 俺ノブと青よりちっちゃいのそのえ俺ノブと青よりちっちゃいの付き合ってきた濃さが違うもんこっち小学校と中学校ああ俺ノブと青よりちっちゃいんだうん武尊はねりゃそうなんだそりゃそうでしょ私ねこは小学校中学校からもう歴で言ったらまだ8年とかそうね10年経ってないからこっちは小学校も小だからねうん、それは20年ぐらいの付き合いだからそれはちっちゃくなるよまあまあでも相方だね相方だね相方じゃあちょっと俺以外 タケル以外で言うとはいこちらショーゴ軍団、えー、ウォーターズのとフランスピアの中川、えー、ポンル・ープアミちゃ、えーうんでまた三棚の伊佐山これショゴ軍団ですね慕ってくれているしただで、慕ってないんじゃないのその別に慕ってくれてますご飯はだって何回言ったのショゴ軍団だっつってんのに2201 一2201ですいやいやです、うん、いやいやいや電話番号みたいに言われて <laughs> その2201はもうだって言ってないのと一緒じゃんあまあ、まあ、2201ですけども結構深い話はしてますねアミちゃんがちょっと彼氏できちゃったからそれがちょっと気まずくて誘えてないな、うん、<laughs> えなんでそのいや <laughs> <え><え>お前まだ中学まだ葵との出会ってる頃のぬが抜けてないよその葵っい 葵の頃が心の制服を着てるんでいやいややかましいわ、うん、こんな大人になってそんなこと考えてるや一人もいないぞ多分恥という上履き入ってますかいやうるせえうるせえって、うんうん、芸人の後輩じゃんそこを見られたらどうしようっていう気持ちがすごいあってそこを見られたらっていうの亜美ちゃんと二人きりで飯食ってるところを、うん、彼氏で見られたらどうしようとか、うん、そういう考えちゃうからじゃあ二人で行かなきゃいいじゃんみんなで行きゃいいじゃんだから、ね 3人も4人もいるともうねしんどいのよ。でこっから勢力を伸ばしていきたいからまあだから何回も言ってますけど、うん、この1年でだいぶ自分は外交的になったんで <laughs> 勢力もさ拡大していくならさ、うん、その勢力拡大していくなら必然的に増えていくじゃん人が。でも 全体飲み会は嫌なのいやだからそのまず思ったのは将軍隊の将吾が全然内向的じゃないかということで隊長、うんうん、としてどれだけ力を持ってるんだろうと持ってなかったと気づいた、うん、だったら今将吾が力をつけるべきじゃないかということで、うん、今ね結構いろんな先輩と飲みに行ってますこちらですね天使の向井さんですねはい謎めんで行きました天使の向井さんに誘われて、うん、天使の向井さんえトロサスワーモンの村田さん、うん えー、元いのしたよしのよしさんとお礼という謎面で、ね、謎面でいってそれはすごいよもう結構楽しかったですねいや良かったじゃんそれ,それが、えー、飲み会かって思いますか、はい、今までは飲み会ではございませんでしたただの俺の自慢、えー、ダジャレ <laughs> そうでしょ <laughs> うん、ようやく理解したようやく理解できたよしさんがコンビを解散して、うん、次の日気がついたら コンンビ時代にやっていたたルーティンをしたんだと毎日朝起きて、うん、子供を、えー、学校に連れてって、うん、近くのドトールでネタを書くっていう作業を解散したのにやってしまったっていう。 それだけこの10年間でもう漫才を書くというルーティンが身についてたんだなっていう話とかそういう深い話をしましたじゃああなたはこの軍団員たちにどういう話をしてあげてんのって話をそんな深い話を先輩がしてくれるわけじゃん、はい、あなたはどんな話をしてんのって話今年のチャンピオンズリーグどこが勝つっていう話をしてます、ね、いやもう大学生すか、うん サッカーのそれこそ今度確実に飯行くのともしげさんですね智重さんとはもう最近めちゃくちゃ仲良くなって、うん、今度飯行きましょうってことで翔、うん、吾君とは深い話したいんで、うん、どこ行こうかなうん,うーんカレーでいいって思って行くなそんなやつと <laughs> 行くなそんなやつと飯なんか <laughs> <laughs> すぐ出る場所を勧められたとか腹満たすだけの場所だからカレー屋さんっていうのはねさらになすなかにし中西さんね家が近いので美味しいとこ連れてってあげるちょっと待ってお前行ったことない人2人書いてるじゃんもうその行ったことある人書くこれは LINE 交換したからああそうそうそうシンプルああなるほどいやちょっとさ LINE 交換してる人さここに書いてるそしたらまず村田さん クッキーさん、で吉井さん、でまあ向井さん、さんね、でともしげさん、さんでキョンさん、コットンのキョンさん。はい、共感しました意外といつ、ネタパレの喫煙所で。 なんで話が盛り上がって今度飲みに行こうよじゃ連絡先交換してて感じでいいじゃんいいじゃん昔は喫煙所にいても先輩いたら絶対喋ゃらなかったけど自分から行きましたああるようにしてんので森田さんあっさらばの森田さんね森田さんも一緒になった時に話がちょっと盛り上がってちょっと家近いから飲みに行こうよってことで飲みに行きましたで清水健さんで松尾さんチョコプラのはい松尾さんえっ俺チョコプラの松尾さんじゃないですね どこの松尾さんえ北海道の松尾さんえっ、ー、<は>とえっ、ー、とーボディービルダーの松尾さんです知らねえわ筋肉でつながっているマッスルメイトですねマッスルメイトはい。ここ真面目ですストレッチーズカンタさんストレッチーズのカンタさんねもうこれは昔からもうずっとネタを一緒に書いてましたはい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 。やってたね <laughs> まあここで言うとさらに、えー、中田さんですね、えー、サスライラビーねサスライラビーですね最後にいつ書いたんですか 5年前です、ね、ご無沙汰ねご無沙汰ね、まあ、今これ俺しかいないよたぶんえっ、ー、っていう人を出してよはいさんですね。なんで小栗旬さんだけ呼び捨てなんだよ。<laughs> これは、えー、あの喫煙所で見たんですね <laughs> もうおしまいおしまいですもうおしまいですまああとじゃあ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 ,じゃあいいよじゃあいいよはい山崎賢人はい出たよこれも俺ねもうもうあの本当に迷惑行為だと思うよその <laughs> これ結構言うけどその、まあ、ただの迷惑行為だと思うよ何何つな,なんどう繋がり教えてあのー、同じサッカーチームでしたうんえ年は ?1 個したっす賢人が賢人って言うなお前テレビ局で会ったら「はい、王賢人」って言える仲なんだね に言いますし、あっちから王将吾くんっ言言います言ったぞ、はい、俺マジで俺見とくからね絶対に言います山崎賢人山崎賢人ってめちゃくちゃ言うけど俺は疑ってんのよこれをこれどうにかして調べてえなこの交友関係マジなんだって本当にだから「王将吾王賢人」って言ったら俺はもう完全に認めるよ絶対言うからもうここが一致したら LINE、うん、聞いてじゃあ あ,あもう LINE も全部カカオトークも何でもするよカカオトークやってねえわもう <laughs> なんでちゃうも LINE 聞いてご飯行こうって言って、はい、ノブと葵とかと行かないでノブと葵と行く日にちを山崎健とにノブも同じサッカーチームだったの、ね、に <laughs> ノブも行くよせだノブが一番強いいやもうむちゃくちゃだわ<れ>そんな感じそんな感じそんな感じここに呼び捨てでかかられたこのお二人が一番かわいそうです、うん、<laughs> ちっちゃくめんつぶちゃうです めちゃくちゃメン、だっブ <laughs> 超強<い>ブって絶対千鳥さんじゃん。宮崎ね、ああ宮崎。山田健太。佐藤の可能性もあるから。ああ <laughs> うわ、これ強いわ、俺の相関図。ちょっとじゃあ,あの、はい、今度あのなんか動画出すときはこれご報告できるように、はい。私たち仕事で一緒になれる。頑張ります,りますんで。はい。ということで皆さん、これが相関図でした。あれでした。チャンネル登録よろしくね。おいビブラートダムライタ